なおかわいいな。ねずこかわいいな。はい、二人とも漫画読んでるとこごめんね。よいしょよいしょ。なに、ママ。ママ、何するの？今年ももうすぐ七夕がやってくるから、七夕の飾り付けをします。じゃあ輪っかを作っていくよ。お、えのちゃん、さすがです。上手です。つむちゃん、こうやって幼稚園でやってるんだよね。そうそう、つむちゃんも上手上手。できたよ。じゃあ笹につけていくよ。よいしょ。短冊に願い事を書きましょう。つむちゃんはねずこになりたい。願い事叶えますように。さあ、七夕の飾りもできたし、寝るよ。願い事叶うかな。どうかな。叶うといいね。うんうん。おやすみ。おやすみ。バイバイ。クラウン。よし、じゃあ服持ってくるね。はい、よーずーじゃーん。これがつむちゃんのねずこちゃん。そしてじゃーん、ひなちゃんのたまちゃん。どうぞ。ふぅ、でかっ。ほら、見て、かっこいい。すごいね、これ。カメラにかぶっております。かぶっております。ちょっと寄ってもらえますか。ヘアクリップのね、蝶々が結構リアルだね。蝶々が着れるかな。ふわふわ。じゃあねずこちゃんとかのおちゃんになる人。はい、ゆぬちゃん、かのおちゃんの下のね、服とスカートだけ履いてみたよ。はい、すごいね。後ろ向いてごらん。めっちゃ髪の毛で見えません。うわ、すごい、かっこいい。メッツメッツって書いてるね。見えないね。じゃあこの上の羽織も、うん、羽織は髪も結ぼう。これね、ほらボタンになってるから簡単につけれるね。よいしょ。おお、あ、かわいいかわいい。いいね、ちょうどいいね。そんなにねずこの服重いんだね。じゃあ髪も結んでいきましょう。はい。ひなちゃんが頼んだのは髪の毛、ウィッグはついてない分だったからね。いや、多分いらないかな。髪長いからいけるでしょう。いや、結べます。ここ、かなおちゃんかわいいよね。あとはこの蝶々をつけるんだけど、つけれるかな。クリップが縦になってるから、ここで挟んだらいいかな。よいしょ、よいしょ。どうでしょうか。お
かわいい。ちょっとゴムが隠れないけど。いいんじゃないの？りのちゃんの鼻を完成。うわ、くるくる。くるくるして。かわいいね。ほとんどマントで見えない。確かに。この箱を開けてみましょう。あ、じゃじゃーん。よいしょ。うわ、長っ。パフェマヨ剣？本物じゃないよ。花尾ちゃんになったやのちゃん、剣を抜けるでしょうか。じゃじゃん。じゃじゃん。長い。すごい、剣赤いね。うん。おお。ちゃんとね、プラスチックだから。大丈夫。プラスチックじゃないね。木製だから。大丈夫。うん。軽いし、切れないようになってます。でも、ブンブンしたら危ないから気をつけてね。うん、うん、よし、じゃあ次、つむちゃんのねずこちゃん。よいしょ、よいしょ。ちょっとちょっと、あ、待って、いっぱい入ってる、なんかつむちゃん見て、ほら、かわいい。ねずこちゃんのキーホルダーが入ってる。すごいね。かわいい。下の着物だけ着てみたら、こんな感じ。ちょっとね、つむちゃんにはまだちょっと大きかったね、これがね。とりあえず先っぽのオレンジっぽいのを出したいから、ほら、これなんかね、ヘアチョークって言って、髪を、1日だけ変えれる。シャンプーとかしたら落ちるんだって。これで先っぽだけ色つけてる。ん？ついてる。なんかうまいことつかないから、ちょっと今日から諦めます。絶対使い方が違うんだよね。ここが違う。てれれれ。あれあれ。じゃあ最後にこの羽織をね。はい、こんな感じ。ということでね、今日はいのちゃんがかなおちゃん、つむちゃんがねずこちゃんになってみました。ちなみにつむちゃんのつけているこの竹は、いちごママの動画を参考にね、これはラップの芯にフェルトを巻いて作りましたね。つむちゃんねずこかわいいな。うんうん。ミリーヌちゃんも、カナオちゃんもこれすごい可愛いね。すごい毛も長。かっこいい。かっこいいポーズして。かっこいいポーズ。いい。イノちゃんのカナオちゃんとツムちゃんのねずこちゃんが可愛いと思ってくれたお友達は、グッドボタンよろしくね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあみんな、またね。バイバーイ。ひなちゃん、つむちゃん、また見てね。